はい、はじめさん、こんにちは。チョブリです。今日の動画なんですけれども、本日はね、4-3-1に監督の攻撃編ということでやっていきたいなというふうに思います。はい。ちょっとね、動画を投稿するね、ちょっと頻度が空いてしまったんですけれども、ちょっとね、パソコンが壊れてしまって動画撮影できなかったんですけれども、ちょっとね、新しく PC 届きましたので、今日からしっかりね、また動画投稿していきたいと思うので、よろしくお願いいたします。ということで、早速、今日の動画なんですけれども、本日は、冒頭でもお話した通り、4-3-1に監督の、攻撃編ということでやっていきたいなというふうに思います。はい。で、この、ウィニングイレブンでね、マイクラブで、昨年から、この 4-3-1-2 と 3CF の監督が、メタというかね、すごい流行って、強いっていう風に言われてきたんですけれども、やっぱり僕もね、レートを上げるならどうしてもこの 3CF か 4-3-1-2 監督の2択かなっていう風に思います。で、どちらの監督もフォーメーションの形的にはほぼ一緒で、ただオムフになるか、ここは ST か CF になるかって形だけの違いなので、どちらの方、どちらの監督使ってる方も、この動画見ていただければ、少し参考になるのかなというふうに思うので、ぜひね、最後まで見ていただければなというふうに思います。はい。で、攻撃編ということで、守備の方も取ろうと思ったんですけれども、二つね、同時にやってしまうと、すごくね、動画が長くなってしまうので、今日はね、攻撃だけやっていきたいと思います。明日ね、守備の動画があると思うので、守備の方はね、明日楽しみにしていてください。はい。ってことで、早速、このね、フォーメーションとかについて見ていきたいんですけれども、フォーメーション選手配置ですね、っていう風に見ていきたいんですけれども、まず、こういう形を取っています。はい。で、両サイドバックは若干守備的なベッケンバーとプジョルで、前に関してはホルダン、デリピロ、ロナウド、この3人は正直好みなのかなというふうに思います。はい。で、この中盤に関しては、ビエラ、これベッカムと変えるのかな、ネロベルト、ベッカム、ジューベルト、シューバーの3人でやってます。はい。で、攻撃コンセプトに関しては、結構これ気になる方いると思うので、毎度お答えするんですけれども、今回は前に前にプレイヤーは制限。で、デルピエロとフォルランにカウンターターゲットを入れてます。はい。で、ディフェンシブ入れないのって方結構多いんですけれども、僕最近あんまなんかディフェンシブ入れてないですね。なんか、ディフェンシブはサイドバック、入れるとしたらサイドバック片方かなっていうふうに思うんですけれども、プジョルとかね、体力ないから結構疲れちゃうんですけれども、後半リュカと変えたり結構するんですけど、なんか入れないと結構サイドからの攻撃も展開できすごく楽しいので、個人的には最近入れてないです。でも勝ちに行くなら片方にディフェンシブ、片方にプレイヤー制限っていうのが結構無難とかスタンダードなんじゃないかなというふうに思います。で、カウンターターゲットなんですけれども、結構2トップ前2枚にカウンターターゲット入れる方多いんですけども、僕はデルピロとホルランに入れてます。はい。で、このカウンターターゲットをこの OMF に入れるメリット、デメリットとしては、メリットとしてはやっぱりカウンターターゲット入れると前に3枚1で残っていてくれるんで、結構攻撃的なね、この逆三角形で、攻撃的なサッカー展開できるんですけど、逆にね、守備の枚数が少なくなってしまうっていうところですね。逆にカウンターターゲット入れないことによって、ホルダンがね、中盤しっかりオムフで下がってくれるんで、中盤のディフェンスの枚数が多くなるっていうのはメリットなんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ゲームプランの戦術面に関してはこのぐらいですかね。なので、攻撃コンセプトに関しては、ディフェンシブをサイドバックに入れるか入れないか。で、カウンターターゲットをロナウド、デルピロの前2枚に入れるのか、オムフに1枚入れるのか、そこが正直好みになってくるのかなというふうに思います。僕のおすすめとしては、カウンターターゲットは、オムフの選手には入れた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ってことで、ここからは試合の、場面を見ながら、攻撃の、ポイントについて見ていきたいなというふうに思います。はい。それではやっていきましょう。はい。ではね、早速見ていきたいなというふうに思います。はい。で、まず1点目なんですけれども、これ結構僕やるところなので、結構ね、見ていただければなって思います。逆サイドの展開した後、これベッカムに入るんですけど、はい。ここを出して、縦パス入れるシーンなんですけれども、これちょっと、今のシーンで、僕が結構おすすめしたいポイントが、まずこっからに飛びどころからこう逆サイドに、こっちサイドが詰まっていたので逆サイドに一回ボール展開するんですけど、その後ですね、ベッケンバウアーからベッカム入った後に、これ、今からここの選手をムービングで上げます。これ結構ね、僕やるんですけど、この中盤のね、アンカーの、ジューベルシューバー、アンカーだと上がってきてくれないんで、ここで、ムービング入れてちょっと走らせて、ここの前のスペースを使ってあげて、1枚枚数中盤多い状態にして、縦パスこういう風にちょっと当たっちゃうんですけど、入れてあげるっていう風なシーンなんですけれども、結構ね、アンカーの選手ってなかなか自分で上がってきてくれないんで、ムービング入れて、あそこ上げさせてあげて、そこのスペース使ってあげると、すごいこういう風に縦パスが通しやすくなるので、すごくおすすめです。ただ、ちょっと注意点としては、あそこムービングで上げてしまうと、もしね、使わなかった場合、あの選手にパス出さなかった場合、アンカーの選手が上がってしまうってことになるので、ちょっとそうなるとリスキーになってしまうので、ここの、アンカーの選手を上げたら、しっかり使ってあげるっていうのは重要ですね。ただ、ここ、すごくここにパス通せれば、すごくね、ここ、中盤の枚数、
こういうふうに優位に進められて、縦パスこういうふうに出られる状況を作ることができるんで、そういった面でアンカーにとか、あの中盤の選手をムービングで上げて使ってあげるっていうのは、非常にこう有効的なんじゃないかなというふうに思います。はい。なので1個目、このアンカーの選手、中盤の選手をムービングで上げてそこを使ってあげるっていうのはポイントですね。個人的にこの 4-3-1 のまあ監督フォーメーションに関しては、この中盤の選手をいかにうまく使えるかっていうのは結構重要なポイントかなっていうふうに、守備に関しても攻撃に関してもですね、思うので、そこ一つポイントとして覚えておいていただけるといいのかなというふうに思います。ただ本当ムービングね、して奪われた後、本当にそこ、アンカーの選手上がってしまってるんで、そこだけ注意ポイントなので、そこだけね、意識していただけるといいかなというふうに思います。はい。で、次のシーン見ていきたいと思います。ここのシーンですね。はい、ここのシーンなんですけれども、はい、ここは縦パス入れる。ここのシーンも中盤を使ったシーンなんですけれども、ここ攻撃、うまく展開されて、これシュート入んないんですけれども、ここのギャップの作り方見ていただけましたでしょうか。ここね、一回ジューブチューバー、ここの中盤でパス交換することによってギャップを開けるんですよね。これ結構いろんな動画とかでも話してるんですけど、ここも改めてお話していきたいなというふうに思います。ここで、ベッカムからホルラン、ホルダンからジューベットシューバー。で、ここで、縦パス、ここでジューベットシューバーから、まあ、デルピオとかに当てようとすると、まあ、ここ相手の選手でボランチにカーソル合わせることもあって、ここの間、ギャップ通す結構リスキーじゃないですか。この時に一回、ホルダンにパス当てて、ダイレクトを下げることによって、どういうことが起きるかっていうと、ホルランにパス出すと、この選手が一回ホルランに食いつくんですよね。そうすることによって、この選手がホルランに食いつくってことは、ここの間が空くってことなので、パスを通しやすくなるって感じですかね。ここでジューベットシューバーからホルランにボール当てる。はい。で、そうすることによって、この選手が今ホルランに一瞬食いつきましたよね。そうすることによって、この間が空く。縦パス通せるって感じですね。なので、この縦パスを入れるタイミングが、この 4-3-1 の監督って攻撃のスイッチみたいな形になるので、いかに縦パスを通せるかみたいなところあるんですよね。そんな時に、この中盤でのパス交換って無駄なパス交換ではなくて、中盤に一回当てることによって、まあ、そこのディフェンダー相手の、まあ、中盤のね、この真ん中の3枚、これ相手の守備のブロック陣のギャップが開くって感じですね。このギャップをいかに使ってあげれるか。ここが非常に重要かなというふうに思います。ベッカムから、ホルラン、ここで一回当てて、もう一回当ててあげることによって相手釣られて、この間が開くって、わざと間を開けるために、この相手の中盤の選手同士の間を開けるために、パスを一回わざと当ててるっていう感じですかね。そうすることによって、縦パスが当てやすくなって、縦パスが当てやすくなると、まあ、攻撃が活性化するってことで、そこ結構意識していただけると攻撃やりやすくなるんじゃないかなというふうに思うので、ちょっと意識してみてください。中盤にね、わざと一回当ててみることによってね、選手やっぱ食いついてくるんで、そうするとね、ギャップ開くんでやってみていただけるといいかなというふうに思います。はい。で、次のシーン見ていきたいと思います。はい。それではね、次のシーン見ていきたいと思います。これ、1点目とのシーンなんですけれども、やっぱ 4-3-1-2 とか 3-4-F の、まあ、良さがその生きた点の取り方なのかなというふうに思うので、ちょっと見ていただければなというふうに思います。一回まず流れて見せていきたいなというふうに思います。ロナウドから、ジューベットシューバーから、ネドベド、ジューベットシューバー。はい。当てて、縦パスが入って、チョン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 、ゴールド。はい。これ結構細かいパス回しなんですけれども、意外と簡単で、で、まあ、やっぱりこの 4-3-1-2 とか 3-4-F の監督って、中盤と前線で常に三角形が出来上がるんですよね。で、見ていただければわかると思うんですけれども、ちょっと細かく止めながら見ていきたいと思います。まず、ここで、まあ、ジューベとシューバー、ネドベド、ロナウドの三角形できてますよね。で、これ三角形ができた場合って、まあ、常にどっかが開くんですよね。で、どっか開くっていうか、さっき見たく中盤に一回当てることによって、まあ、選手同士の間とかが空いてくるんで、縦パスとかも通しやすくなりますし、ここも、ジューベとシューバー、ネドベド、もう一回返す、で、ジューベとシューバー。ここからロナウドにもう一回当てて、で、ここも三角形できてますよね。この三角形、当てる。で、ここの三角形まだできてる。で、次にここの三角形ができてる。はい。この三角形の繰り返しで点が取ることができます。なので、4-3-1-2 とか 3-4-F で攻撃するときは、この三角形っていうのを意識していただけるとすごくやりやすいんじゃないかなというふうに思います。なので、常に三角形があることを意識してやってみてください。で、まあ、フリーなところに当てるっていうか、一回足元に当てて、さっき見たダイレクトで返すだけでも、選手が食いついて、スペースが空いてくるんで、そういった意味でも、こう、ちょこ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 ね、中盤に一回当ててみるっていうのも大事かなというふうに思います。もう一回ちょっと流れで見ていただければなと思います。この三角形を意識して、落として、わらと当てて、もう一回ダイレクト返す。当てて、返す。当てて、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 
今回と、はい、こういう風に常に三角形を意識していただけると、これ4312とか3周の監督って本当にこう縦パスを当てた後に三角形を駆使して攻撃すれば簡単に点を取ることができてしまうので、中盤の三角形を意識した後に前線三角形を意識していただけるとすごくいいのかなという風に思うので、常にフォーメーションとしてこの三角形が出来上がってるんで、そこを意識したパス回ししていただけるといいのかなという風に思います。なのでこのね三角形っていうのを意識してやってみてください。はい、で次ラストのシーン、ラストじゃないね、すいません、見ていきたいと思います。次57分のシーンですね。はい、それでは見ていきたいと思います。ここ2点目取ったシーンなんですけども、ここもね1対1の追いつかれた後キックオフすぐ点取るんですけども、ここも三角形の流れのシーンですね。ここは本当に前線の3人の三角形だけで点取ります。ネドベド、はい、ここもここからデルピエロ、ロナウド、フォルラン、ロナウド、デルピエロ、コンカでゴールド、はい、こういう風に簡単に三角形だけで点取れちゃうんですね。ここもさっき言った通りデルピエロ、ロナウド落とした後にフォルラン当てて結構三角形出来上がってるんで、ここも一回ロナウドに落としてあげることによってこの前に前走っていくんで、相手もカーソルどっちにしか合わせられないんで、ここも走っていたデルピエロにスルーパスそのまま出してあげる。で、コンカと。はい。最後ね、ディフェンドに当たらなかったのはラッキーなんですけど、こういう風に、三角形意識するだけで、さっきもお話した通り簡単に点取ることができるんで、前線の三角形でこういう風なパス回し、ちょっと意識してみていただけるといいのかなという風に思います。はい。それでは次ね、ラストのシーン見ていきたいと思います。はい、それではね、見ていきたいと思います。はい。で、次のシーンなんですけれども、ここはね、CF の動きを見るっていうところを注目していただけるといいのかなというふうに思います。ここから、ベッカムから縦パスが入った後、ロナウド、デルピエロ、で、ゴールって、すごい簡単なシーンなんですけれども、これ、ちょっと僕が、言いたいこととしては、僕さっきから三角形、三角形とかってうるさいこと言ってるんですけど、ここから、ベッカムから縦パス入った後、はい、結構三角形って言ってるんで、結構縦パス入った後にね、ここの、ここにパス落としたくなりがちな、このフォルランとかに一回パスとか落としたくなりがちなんですけど、やっぱり一番最初に見るべきところはフォワードなんですよね。この CF の動き出し、もちろんね、これ点取るゲームなんで、しかもウィニングイレブンってこのフォワードの動き出しに合わせてパス出してあげるのがめちゃくちゃ強いんですよね。なのでさっきの2点目もそうだったと思うんですけれども、特にデルピロとか、ラインブレーカーの選手って、裏への抜き出しすごくしてくれるんで、その選手の走り出しに合わせてパスをこう出してあげる。だけで、簡単にパスって結構相手のディフェンダー硬直して通りやすくなるんで、三角形三角形とは言ってるんですけども、まずは見るのはフォワード、CF の動き出しについて見てあげてほしいなというふうに思います。ロナウド当てた後、CF の動き出し見て、パス出してあげる。はい、こういう風に簡単にパス通ることができるんで、まずはフォワードの動き出しを見てあげる。はい、で、これが無理だった場合、後ろに落とす。っていう風に、この間接視野で、CF、もう片方の CF の動き出し見れると思うので、中盤の選手だったりとか、CF の選手の片方に入った場合、ボールが入った場合は、片方の選手の動き出しっていうのは必ず見てあげるといいのかなという風に思います。はい。ちょっといろんなことを言ったんですけれども、今日はね、4312の監督攻撃講座ということでやっていきました。ちょっとね、いかがだったでしょうか。はい。個人的に、やっぱりこの中盤とフォワード、これ前線の三角形を意識してあげるだけで、随分ね、やりやすくなるのかなというふうに思うので、見て、そこをしっかりやっていただければなというふうに思います。はい。あと最初のお話ししたボランチをね、ボランチとか中盤の選手をムービングで上げるっていうシーンに関しては、ちょっとね、リスキーな、とこにはなるので、そことかね、ちょっと練習が必要なのかなというふうに思うので、しっかりね、その試合の盤面と、そのスペースを見て、それもね、やっていただければなというふうに思います。本当に中盤とか一回パス当ててあげるだけで、さっき言ったみたくギャップとかも空いてきて、すごくパス通しやすくなるので、そこもすごく意識してやっていただけるといいかなというふうに思います。はい。てな感じで、ちょっと長々と今日、長い動画になってしまったんですけれども、4312監督講座攻撃編ということでやっていきました。はい。ちょっとね、こんな感じで、明日もね、守備の方を出していきたいと思うので、ぜひぜひね、少しでも参考になった方は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。久々の動画でちょっと滑舌がやばかったんですけれどもね、最後まで見ていただきありがとうございます。てな感じで今日の動画は以上にしたいと思います。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。So foreign, yeah, you know my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren.